アンダー・オース、アンダー・オースとはアメリカ合衆国フロリダ州タンパニー結成されたポストハードコアメタルコアバンドである。正式な表記は王にスラッシュが入ったアンダー・オットである。アメリカでは若い世代を中心に熱狂的な人気を誇っており、2006年にリリースされた彼らの代表作 Define the Great Line は全米で50万枚以上のセールスを記録した。 音そのものは広い意味でのハードコアであるが、クリスチャンハードコアというバックボーンが示す通り、歌詞には社会批判の要素はなく、どこか神秘的であったり、人間が生きる上での寂しさ、悲しみを歌うものが多い。また、イエス・キリストの教えに基づき、基本的に同性愛の結婚やドラッグ等には強く反対する姿勢を見せている。このことを、ワープドツアー2006において、 n ッ f x のファットマイクに激しく着火された際、不快感を示したバンド側は、ワープドツアーを途中で辞退している。2010年のアーロン脱退後、彼らがどのような音楽性へと移行するのか注目を集めていたが、結局、スペンサー自身が、クリーンパートとスクリームを兼任する方向へと定まり、音楽性に大きな変化は起こっていない。直後にリリースされたアルバムでは、 スペンサーのクリーンパートが聞けるが、彼の性質がアーロンの性質と非常に近いこともあて、まるでアーロンが歌っているかのような錯覚を起こさせ、多くのファンやメディアを驚かせた。1998年に結成。いくつかのライブを経験後、テイクホールドレコーズ、テイクホールドレコーズと1999年に契約。アルバム、アクトオブデプレッションで同年にデビューした。 2001年に所属していた、テイクホールドレコーズは、トゥースネイルレコーズ、トゥースネイルレコーズの EMICMG に買収される。アンダー・オースは、その後、同社の子会社である、ソリッド・ステート・レコーズ、ソリッド・ステート・レコーズと契約を結ぶ。このレコード会社にて、ジェームズ・ポール・ウィズナーをプロデューサーに迎え、2002年に、ザ・チェンジング・オブ・タイムズで再デビューした。 その後2004年にアルバム、ゼー、レオンリー・チェーシング・セーフティーがヒット。35万枚のセールスを記録した。これは、ビルボードのヒート・シカーズチャートでも初登場1位を記録している。2006年6月20日には、アルバム、ディファイン・ザ・グレート・ラインをリリース。前作を大幅に上回る全米アルバムチャートにて、初登場2位を記録。結果的に50万枚以上を売り上げ、 ゴールドディスクを獲得している。また、直後には、ワープドツアーに出場した。2008年8月30日には、アルバム、ロストインザサウンドオブセパラチオンをリリース。初週に5万8000枚近くを売り上げ、全米アルバムチャートにて初登場8位を記録。現在までに、累計40万枚近くを売り上げている。2010年4月5日、オフィシャルウェブサイトで、 アーロンの脱退が発表された。脱退後、アーロンは別バンド、ジ・オールモスと結成。ソロ活動、さらにパラモアのサポートメンバーとして活動。メンバー内に確執はない。その後、かつてメタルコアバンド、ノルマジーンに在籍していたダニエル・デビジョンを迎え入れている。また、11月9日にはニューアルバムもリリースされ、 全米アルバムチャートにて初登場23位を記録した。2012年10月1日、Facebook ページにて解散を宣言した。同年の11月6日には、ソリッドステートレコーズから、新曲、サンバーントと、アンスウンドの2曲を含むベストアルバム、アンソロジー1999から2013をリリースし、2013年には最後のツアーが開始される。 2015年8月、再始動を宣言。2016年3月に開催されるアデートリメンバー主催のフェスに参加し、合わせて再結成ツアーを行うことが発表された。アーロンが復帰し、メタルコアバンド、エブリータイム、アイダイで活動するデビジョンは参加しない。彼らは劇ロック内での取材で、ニューアルバムにおいて、アーロン脱退による影響は と聞かれた際に、彼が脱退したことで、今までで一番のびのびとレコーディングできた。今が、俺たちの本当の姿だし、これが、俺たちの最高傑作であることに間違いない。と答えている。彼が脱退したことによって、結成当時のオリジナルメンバーは解無になってしまったが、しかし、新たなスタートを踏み出すきっかけになったと語った。結果として、アーロンの脱退によって、 音楽性に大きな変化は起こらなかったものの、直後にリリースされたは、デュミューザックをはじめとする音楽メディアから非常に高い評価を得ている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。